チャラチャ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 ララッチャチャラチャララッチャラチャララッチャチャワワワワワワワ。古いカタログを見ながら振り返るコーナーでございます。GPZ7班R、 究極の回答ストリートフォーミュラー。わかりました。え、なんかわけわかんない、チャラチャラ言っててよくわかんなかったですね、はい、トムですよ、マーベリックですよ、すごいですよね。最も900でしたけどね、こっちは7班。これがまだまだ当時はね、日本では自主規制というんですか、これも 750cc 以上は日本では販売しないっていうね、なんか暗黙のルールがあったんですかね。だけど川崎さんの回答は GPZ900R ですよ。いわゆる川崎900正常進化ですよね。そうですよ、川崎で言ったら900なんですよ。あの Z からそうですよね、 900cc ですね。あれももともとは7班で計画されていたところが、なんかどっかの会社がここぞとばかりに7班をポンって出してきた。はぁ、おかしくね、ね、思ったで、思いました多分ね、川崎さんはね。で、冗談じゃねえよな、どうするよ、もうじゃあもう、まあ、もう7班じゃねえよ、900にしよう、っていうことになったんですか ね。さあ、そんな本家は900なんですが、こちらは7班です、ね。で、900の900にはペットネームがついてます、はい、みんなあのバイクを言うときに言いますよね。そう、忍者です、ね。今でこそ忍者っていうとなんか何でもかんでも忍者って名前がついてますけど、昔は忍者っていうのはあのバイクだったんですよね。 GPZ900R のことを忍者って呼んでたんですよ。で、もちろん GPZ900R でも忍者の名前がついてるのは北米仕様だけなんですよね。北米仕様だけはあの忍者っていう入ってるんですよね、ステッカーがね。でその後の GPZ1000RX も忍者、北米州は忍者がついてたんじゃないんですかね。でその後に、GPZ っていう名前じゃなくなって ZX っていうネーミングになったんですよね。 ZX10 っていうね。であれの北米州は忍者って漢字で入ってますよね。ふざけてますよね。漢字で忍者って入れてますよね、アンダーカーブに確かね、でも日本だとちょそれはダメだよって思いますけど、日本だとちょっと漢字なんかで書いてあるとちょっと嫌だなっていうイメージがありますけど、なんか海外に行くと漢字が入っているとなんか、Oh, it's cool! とか言うらしいです。本当ですか、わかんないですけどね、はい。で、北米昭和忍者で、まあこれね、だからこれにはね、忍者って入ってないんですよ、 GPZ7班R には。日本仕様はね、まあちょっと寂しい感じもしますが、でもお分かりですよね、このなんかクワガタだかカブトみたいなデザインは健在ですよ。かっこいいですよねこれね。で、これの前はね、やっぱり刀ね、刀が最高速230何キロぐらい、すごいですよね、1100の空冷でね。それをあっさりとこの GPZ、まあ、本家の 900R はね塗り替えて250キロぐらい出るんですか、どうなんですか 900R って。私乗ったことないんですよ 900R。 え、7班は乗ったこと、え、7班、あ、ちょっと待ってくださいよ、私ね、GPZ は乗ったことないですね。え、なんでないんですかね。高いから買わないバイクなんですよ、これ、こういうのは。うちは。うん、だから手出せないんでね。下取りでも返ってこないし。ねえ。で、どっちかっていうと WGR1100 とか好きなんですよ、雰囲気的にね。でもやっぱり、忍者なんですよね。やっぱこれじゃないとっていう方いっぱいいらっしゃいますよね。素晴らしいデザインですよね、これね。DOHC16 バルブって入ってますね。リキュールクールド。ね。はい。戦列、レーシングパフォーマンス。今時代はストリートフォーミュラー。大丈夫なんですか、こんな、あの、川崎のレーサーを出してきてね。もう、公道でも、ストリートフォーミュラーだぜなんてやってて。OK な時代だと、もうなってたんですね。昔はね、カウルってダメだったんですね。レーサーを、なんか、あの、レースを連想させるから、そういうのは良くないって言って、日本、あの、付けさせないとかね。どういうの、いろいろあったんですよね。セパハンとか絶対ダメっていうね。ね。もうスクリーンはついてる、セパレートハンドルになってる。ただ排気量だけですよ。ね。排気量だけは7班以上はいかんと。ね。白バイが7班なのに、なんでそうじゃないのがあるんだ。ダメだっていう感じですかね。うん。先鋭のマルチレボリューション。革命だ。
マルチレボリューションをフォルムレボリューション、マルチレボリューション&フォルムレボリューション。フォルムはこれすごいですよね、ある意味ね。このデザインすごいわ。最強のスーパーパフォーマーがロードを圧倒。なんかなんとかパフォーマーっていうとね、なんかあのエグなんとかとパフォーマー違うんですかね。より速く、よりパワフルに、よりコントローラブル、最高水準のスポーツライディングを目指して、ストリートフォーミュラーという新たなコンセプトのもとに誕生した GPZ7-R。 ロードを圧倒し続けるあの GPZ のエンブレムに R の称号を与えて新たな世界を築く。すごいですね。そうですね、 GPZ ね、 そうですね、それに R が常についたんですね。比類ないレーシングパフォーマンスを発揮するパワーユニットは、最先端水冷4ストローク DOHC16 バルブインライン4、ロードに吸い付く精悍なノーズスタイルを誇示し、優れたエアロダイナミクス効果を得たフルカウリング装備のインテグラルフォルム、なんかよくわかんない、難しい。今革新のスーパービッグ GPZ7-R がロードを席巻する。写真はテストライダーによるサーキットでのテスト走行を撮影したものです。一般道ではね、制限速度を守り、無理な走行をしないようにしましょうね。危ないですからね。忍者。入ってます。あ、でもこれ忍者って書いてある。忍者。忍者。忍者イコール、アメリカで発表された GPZ900R 輸出モデルは、その比類ないパワー、想像を絶するトータルパフォーマンスで忍者のニックネームを与えられた。その計り知れないポテンシャル、あまりにも高次元な技術に対する一つの評価の表れといえる。北米仕様にはね、忍者ってつけたんですよ。それでみんなに忍者忍者ってね。そう、刀に対抗したわけじゃないでしょ。関係、刀は関係ないですよ ね。忍者脅威のナロー&ハイパワー、水冷4ストローク DOHC16 バルブインライン4、革新のマルチね。やっぱこれだったんですよね、4気筒、水冷の4気筒、ね、DOHC16 バルブエンジン最強ですよ。でもね、国内仕様はやっぱり7班でね、で自主規制があって77馬力、ね、輸出仕様って110何馬力ありましたっけね、それぐらいありますよね。あれすごいんですよね。こんなヘンテクリンの格好してるくせにねってなんて怒られますから、やめましょう。はい、ですね、でね、タイヤサイズが当時のやっぱりこうあれなんですよ。フロントが16なんですよね。で後ろのところ18ですよね、やっぱり、ね、18ね、16、18なんですよ。これがなんか昔のね、オートバイなんですよね。でも16、18ならまだ一般的ですか。あの前後16インチやめてほしいですよね。RX ね。後ろも16ですやつがね。それどうなのかなっていうね。で、17、18になりました。ZX ってんでね。で、これあの、これ何、いくつまであるんですか ?A1 から A10 いくつまであるんですか。最後はあの輸出仕様なくなって、国内仕様だけはずっとあったんですよね。で、国内仕様、そんなことないんでしたっけ、輸出仕様はずっとあったんでしたっけ。で、国内仕様がなくなっても輸出仕様は少しあったんでしたっけね。でも、パワーは少し落としてね。で、最初のはやっぱり、あの、なんでしたっけ、アンチドダイブがついてたりとか、で、フロント16インチだとか、あと、片押しのピストンね、キャリパーだったりとかでしたけど、途中からなんかね、あれ、4ピストンになりましたっけね。だ17インチになったじゃないですかね。うん、そのあたりのがいいわかんないです、ね。そんな高くなかったですよね、当時ね。忍者、日本国内仕様でね、新車で売ってましたけどね、うん。ニュージェネレーションマルチの開発テーマはね、新世代の、鮮烈なレーシングパフォーマンスを放つスーパービッグの具現であった。すごいですね。もうここまでね、とにかく速いバイク作ってやろうっていうね、あのいい時代でしたよね。今はね、あんまりそういうのは あるんだけど、でもまあ、でも川崎さんでまあ似たようなことやってますね。250ね、4気筒出したりね。あれもまあ要はこんな感じですよね。新世代の4気筒は254気筒はこうだって、クォーターマルチはこうなんだみたいなね、うん、圧倒の加速、ビッグの常識を破ったレーシングパフォーマンスがストリートを席巻。ちょっと残念なのはやっぱりね、7班なんでね、でしかも自主規制値の77馬力ですよ、ね、77馬力9000回転、最大トルク 6.5 キロの7000回転、この数値は GPZ7R のパフォーマンスの片鱗を語るに過ぎない。ストリートフォーミュラーとしての鋭いエンジンレスポンス、どの回転域からでも強力なパワーで一気に伸びる加速性能、そして安定したパワーを持続する耐久性など、スペックをはるかに超えたレーシングパフォーマンスこそ GPZ7R の実力。 GPZ7R に搭載の水冷4ストローク16バルブインライン4は
ウェットライナーによる高性能水冷システムと4ストローク16バルブのハイアベレージな高速性能で卓越の走行を約束。シリンダーヘッド、ルーフ面積のほとんどをバルブが占める台形4バルブにより、より高効率吸排気システムにより高出力高トルクを達成。どの回転域からでも鮮烈で底力のある加速性能を発揮する。うんぬんっていろいろ書いてあります、はい、ねえ。あ、それでね、あれカムチェーン、センター、従来はセンターカムチェーン、ね、それをサイドカムチェーンに持ってきたんです。でどうしてサイドカムチェーンに持ってきたかというと、センターにカムチェーンがあることによって吸気がこういう風になっちゃう、ね、こうそれをこう橋脚の周りを流れる川みたいになっちゃう。それをサイドカムチェーンにしたことによって吸気がみんなストレートになる。まあまあ分からないでもないね、分からないでもない、うん、さあそんなね、感じでございます。だからデザイン的にね、ほらこっち側が、カムチェーンが入ってるんですよね。そうですよね、うん、で反対側なんかちょっと変わった形してますよね、四角いね、うん、だから右と左のエンジンでエンジンのちょっと造形が変わってくるっていうね、うん、そしてもちろん当然ですが、やはり高度なクーリングシステムが非常に耐久性と安定したパワーを実現、ね、これが忍者ですよ、忍者すごいな。忍者先鋭のフォルム、ロー&スリムライン、ニューフレームがレーシングパフォーマンスを具現。あ、アンダーないんですね、アンダーね、エンジンもフレームの一部ね、こういう感じでございますね。高張力交換メインフレーム、シンプルで強靭なニューダイヤモンドフレームがストリートフォーミュラのトータルバランスを達成。で後ろこのシートレールはアルミなんですね。アルミ角型断面テールフレームって書いてますね、この部分ね、アルミね、アルミキャスティングパネルね、ここのステップのところですね。そしてあ、エキセントリック、川崎さんといえばエキセントリックね、エキセントリックチェーンアジャスターね、ついてますね、はい、もちろんリアサスペンションモノサス当たり前ですね。でアルミスイングアームね、当然なんでしょうね。でプリロード調整できるんですね、うん、ボトムリンク式のユニトラックサスペンション、あ、川崎さんはユニトラックね、ユニトラックありますよね。でフロントフォークエアバルブ、そう昔のねエア入れたんですよね、そうエアね、うん、ハードライディングのために高度な性能を誇るサスペンション、ブレーキシステムを装備、まあ当然の当然ですよね。そしてこのデザイン、後ろからのデザインですよね、これかっこいい。これかっこいいです。あとこの、まあメーターはね、こういうね、いいですね、アナログメーターね。安いアナログメーターはね、興味ないんですよ。そんなこと言うと怒られます。だから、スクーターで安いやつ だとアナログメーターじゃないですか。ああいうアナログメーターって、ね、あんまり興味浮かないんですよ、私。皆さんはどうですか？それもやっぱりアナログの方がいいですか？私はあのアナログメーターに対してはあんまりこうね、心がときめかないんですけど、やっぱりこう大型バイクとかのメーターアナログのメーターがいっぱい並んでる、車とかもそうなんですけど、アナログメーターがいっぱい並んでると心ときめいちゃうんですよ。すげえ。だからね、近所のケンちゃんが乗ってる軽トラックはときめいちゃうんですよ。すごいんですよ。ダッシュボードにメーターがポン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 って4つ埋まってるんですよ。それ見たらけどちょっとね、ありましたよね、117クーペとかね、お前知ってんのか、頭で知らない、写真で見て、おーすげえ、メーターこうね、7連メーターでしたっけ、並んでるね、すっごいですよね、ね、これね、まああれですよ、これね、やっぱりいいですよね、昔のバイクはね。忍者はいつ出たんですか、83年か84年ぐらいでしたっけね、それぐらいですよね、うん、ZX7-G が型式でございます。で、当時ですね、74万8000円、だから7班だからね、74万8000円でちょうどいい。で、900、最後の900って89万円でしたっけ、日本国内仕様はね。あれもそんな高くないですよね。川崎さんやりますね。900なんだから、じゃあ89万だ。じゃあ7班なんだから、じゃあ74万8000円だ。っていう感じなんですかね。排気量、やっぱり 748cc だから74万8000円、はあ、1馬力、1万円みたいな。なんかありますよね、そういうのね。そういうのありますよね。だからそういうことなんですか。素晴らしいな忍者、うん、ね、私ね、これ見るとね、思ったんですよ。これね、Z がね、小文字なのね。
GPZ ってね、だから大文字でこう書いちゃダメなんで、ここは小文字にしなきゃいけないね。GPZ ね、GPZ だな。究極の回答、ストリートフォーミュラー。あれかやっぱりね、トムがかっこいいですね。最初オープニングでね、こうトムキャットがね、こうなるとこう、この辺ね、あのサングラスしてなんかちょっとニヤつきながらね、乗ってるじゃないですか。すごいいいですよね、忍者ね。まあそんな、はい、皆さん好きですか、もしかして持ってますかね。これはね、あのすごいですよね。刀とね、RX じゃないですよね。 RX とか ZX10 とか、あと WJR になってくるとやっぱりちょっと違うんですよね。まああれはあれでいいと思うんですけど、やっぱりこれなんですよね、忍者はね。だから今250だろうが何だろうが、みんな忍者って言ってますけど、しかも忍者 250R なんてね、名前も忍者ですか、そのままですかね。あれを忍者ってみんな呼んでるじゃないですか。やっぱりそれに対して本物の忍者に乗ってる方はどう思ってますか。あれはそれは忍者じゃねえんだよってでもいや、メーカーは忍者って言ってますよって言われたらどうすることもできないんですけどね。はい、本家忍者、ね、本家忍者、のカタログ。これはでも 7R だから忍者じゃないんだ。GPZ7R、こちらのカタログをですね、ちょっと見ながら、また私のお話にお付き合いいただきましてありがとうございました。いいですね、忍者。いい。